1一から学ぶ中学受験算数。今回は第75回、円の回転数丸1。一つの円の周りの問題をやっていきます。この円の回転数の問題、入試や塾のテストで出たとき、実はね、めちゃくちゃ間違いが多い問題になります。ただ、解き方をしっかりポイントを押さえて覚えておけば簡単に解ける問題でもあります。だから、この問題をね、知らなかった人とか、 今まで解いたことあるけど、よく間違ってた人っていうのは、今日の授業のポイント、しっかりと押さえていってね。そしたらね、これから塾のテストや、あとは入試問題で出た時に、絶対に解けるようになるはずです。いいかなじゃあね、いつも通り、動画の概要欄から授業のプリントも印刷できるから、ぜひ印刷できる人は印刷して学んでみてください。では早速ね、この円の回転数、どうやって出せばいいのかっていうことか,、えー、いうことからね、 え、一緒に確認していきたいと思います。じゃあ、いくよ。はい。円の回転数。例えば、地面をね、円が、コロ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 って転がって、ここまで円が行ったとするね。当然、最初円はここにあって、そして最後円がここにあるから。動いた距離はって言ったら、そう。この地面のね、一番左端から、この地面の右端まで。ここからここまでがね、 円が動いた距離だよっていうのはね、みんなわかるはずです。じゃあそしたらね、この距離。円で言うと、どっからどこまで行ったら、そう。円で言うと、同じ部分っていうのが、そう。この図を見ると気づくかな。そうです。最初のこの円の中心のところから、そして最後のこの円の中心まで、この二つを、 はい。まっすぐ結んだ距離。はい。この距離と、この円が実際に動いた距離。これが、そう、全く同じ長さになるよね。だから、円の回転数の問題では、円はどれだけ動いたかなっていうのは、この円の中心から中心まで、この中心が動いた距離。 中心の距離って書いておくね。この中心が動いた距離を動いた距離として考えていきます。まずここまでみんな、基本でね、だけどすっごい大事なことだから押さえておきましょう。じゃあ先生、こっちにも書いておくよ。動いた距離は、中心の距離。中心がどれだけ動いたかっていうね、この中心の距離で 考えるってこと。OK。まずこのことを押さえておいてください。そしたら次ね。じゃあ、円が一回転するとき、これってどういうときって言ったら、はい、この一番上の印が、そう、コロ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 と転がって、そう、また一番上に来るときだよね。つまり、一回転したときっていうのは、この転がる円の、そう、ぐるっと一周。 円周分が地面にコロ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 と、そう、ついた時だよね。つまり、一回転するのは、円の円周分だけ転がった時。これがね、当たり前だけど、一回転するときだよ、ということだよね。ここまでいいかな。ということは、円の回転数ってどうやって考えればいいかっていうと、 そう。円周分だけ転がったらね、一回転するんだよ。じゃあ、今回、動いた距離、中心の距離だと同じだったよね。この動いた距離、これが、円周分がいくつ入るかな、というのを考えたら、それが回転数になるよね。つまり、円の中心が動いた距離、これを、そう、割る円周分だけしてあげたら、 何回転したかっていうのがわかるよね。いいかな例えばね、この中心の距離がね、円周5個分だとしたら、そう、この中心の距離は円周をしてね、5回転したっていうふうにわかるよね。OK? ということで、回転数、これ超大事な公式だから覚えておきましょう。回転数は、中心の距離。 円の中心が動いた距離。これを割る。円周してあげたら、はい、回転数になります。ここまでみんないいかなはい。そしたらね、このことを使って実際のね、今日は問題をやっていくんだけど、このね、回転数の問題、よく割る間違いっていうのが、実はこの注意のところです。ちょっと確認しよう。注意。 それはね、今さっき先生が言った、この動いた距離。動いた距離って、円の中心が動いた距離で考えてねって言ったよね。これをね、中心の動いた距離じゃなくって、円が接した長さで考えてしまう。これをやっちゃうとね、入試で出てくるような問題が間違いになっちゃいます。これどういうことか、ちょっとね、簡単な例で説明するね。そしたらね、今これを見ているみんなもね、 よかったら、えっとみんな財布あるかなその財布から1円玉があったらね、ちょっと1円玉2枚出してみてください。いいかなそしたらね、1円玉財布から出したらね、ちょっとテーブルの上にね、こんな感じで今先生がね置いてるように、こんな風にね、1円玉2つ並べて置いてみてください。いいでしょうかじゃあね、ちょっとみんな、今からやる前にね、ちょっと予想して。今から、 この下の一円玉、これは固定しておいて、そのままね、グって押さえておいて、この上の一円玉だけを、このね、固定している一円玉の周りを、コロ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 ってこう転がしていきます。じゃあ、この一円玉がコロコロコロって転がって、元の位置に来たとき、じゃあこの時元の位置に来るまでに、一体この一円玉は何回回転するでしょうか。うん、ちょっと予想してね。 うん。でね、こういう問題がね、実際に入手でも出たりするんだけど、さっき先生が言ったように、この転がる一円玉が動いた距離をね、円が接した長さ。つまり、この転がるね、一円玉が接するところ、触れるところ、どこかって言ったら、そう、もちろん、この転がる一円玉の周りだよね。この長さ分だけ動くんだよ。 いうふうに考えてしまったら、そう、これって、動く距離は、ここって考えたらね、一円玉の円周分。そして、一回転するためにも、一円玉の円周分、動けば、一回転するんだから、そう、さっきのね、この割り算が、同じ数字同士の割り算になるから、そう、一回転っていう予想になるよね。じゃあみんな、本当にこれって、一回転だけかな ちょっとやってみようか。はい、転がすよ。はい、コロ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 と。はい、転がします。コロ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 。ほい皆さん気づいたでしょうかそう。転がす一円玉がまだ半周しかないよ。半周しかしてないよ。半分しか回ってないのに、そう。もうすでに一回転したって気づいたそうだよね。 そして、元の位置に戻ってくるまでに、また、コロ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 と、はい、転がって、そう、また一回転しました。つまり、合計で、その通り、二回転したよね。これ、なんでかっていうと、一円玉が、半周するまでに、コロ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 と、半周するまでに、そう、確かにね、この一円玉と触れてた部分っていうのは、ね、 最初のここから、ここまで。わかるかなこの半周分しか確かに触れてないんだよね。だけど、この転がる一円玉自体が、コロ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 と。わかるこの一円玉自体が回転してるから、一、okay? 円玉自体が回転してるんだから、そう。ね、この上の部分、最初下のところから、上の部分に接した時には、ここに来てるからね。 もうすでにこれで1回転って数えるんだよね。こんな風に円に触れた、触れてた部分。ね。この円に触れてた部分を動いた距離って考えちゃうと回転数がおかしいことになっちゃうので、必ずね、ここは回転数を求めるときはね、距離は中心の動いた距離ね。円の中心が動いた距離で考えようということね。ここの部分に気をつけてください。 はい。これがね、よくある間違いだから気をつけましょう。はい。じゃあそしたらね、今日の例題。全部でね、カッコ1カッコ2、2問あるから、この2問しっかり押さえていこうね。じゃあいくよ。例題です。次の図のように、半径5センチの円 O があります。2つの円 A、B はどちらも半径が1センチで、円 A は円 O の外側を、円 B は 円の内側を周にに沿って滑らずに転がりますはい、いうことでね、ここの図見ると、うん、大きい円があって、半径5センチだよね。で、A と B っていう円があってね、どっちも半径1センチだよって書いてます。で、A の方は、この大きい円のね、外側をコロ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 と転がって、はい、1回転するんだね。そして、B の方は、はい、内側をコロ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 ってね、 コロコロコローって転がって、うん、一周するんだね。はい。ということで、カッコの1番から行きましょう。カッコの1。円 a が円 o の外側を一周するとき。円 a は何回転しますかという問題です。はい。ということでね、みんな、イメージとしてはいいかなはい。イメージとしてはね、まず円 a ここにあるよね。はい。この円 a が、 コロ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 ってこう転がっていってね。コロ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 ーと転がっていって。コロ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 ーって転がっていって。で、はい、元の位置に来ますよ。ということだね。はい、この元の位置にね、来るまでに何回で、このね、円 a は回転しますかという問題です。はい、ということでね、回転数の求め方は、そう、さっきのポイントで言ったように、回転数は、中心の動いた距離。これを、 動いてる円の円周で割るんだよね。はい。じゃあね、中心の動いた距離。はい。これを考えようか。じゃあ、一緒にチェックしていくよ。今回、動く円。中心は、そう、ここだよね。この中心、どういう風うに動くかって言ったら、そう、これって、コロコロコローと転がりながら、そう、常にね、 この大きい円から1センチ離れたところね。1センチ離れたところをずーっと動いていくよね。はい。ということで。はい。赤色で動いた部分書いていくよ。この中心が動いた後書くと。はい。いいでしょうか。こんな感じでね。赤色の線が皆さんイメージとしてね。しっかり書けるはずです。ここまでできたでしょうか。じゃあ、この赤色がね。中心が 動いた距離なんだけど、この長さって一体何センチかって言ったら、そう、この赤色の長さって、そう、一つの円の円周になってるよね。じゃあ、このね、この赤色の円、半径は何センチかって言ったら、そう、中心がここで。はい、一番外ここまで。こっからここまで。何センチって言ったら、その通り。 大きい円の半径5センチと、ちっちゃい円の半径1センチ合わせた長さだよね。つまり、半径は6センチです。はい、ここまでいいでしょうか。ということは、よいしょ、この赤色の円、直径はって言ったら、そう、半径が6センチだから、直径は 半径6センチの2倍だね。その通り、12センチです。はい、直径12センチの円の円周分だよ。とはい、いうことだね。はい、これがね、動いた距離になります。はい,といと、ということでね、中心の動いた距離、直径12センチの円の円周分だから、はい、式で言うと、 そう。じゃあ書いていくね。回転数ははい、いったら、動いた距離。直径かける3 1よ。よいしょ。はい、これが中心の動いた距離です。中心の距離。 いいかなはい。そして、この中心の距離、割る、円周だね。今回動いてる円、円周はって言ったら、そう。半径が1センチだから、直径はって言ったら、その通り、2センチだよね。つまり、直径かける3 1 4はい。これが、今回の、 動いてる円の円周になります。はい、いいでしょうか。ということでね、みんな、計算は、この 12×3.14 をしてね、それ割る 2×3.14。はい、この計算結果で割り算すればいいってことね。はい、いうことになるんですけど、これね、回転数の求め方で、 みんな、覚えておくと、計算が楽になるよっていう方法があります。はい、それが何か、しっかりポイントとしてこれも押さえておこう。はい、ここの米重症を見てください。この回転数出すときね、はい、今みたいに当然、割り算にね、割り算の式になるけど。はい、この割り算、立てたら、式を書いたらね、この後、この割り算を、分数で表して、 割り算って分数で表すんだよね。はい。分数で表して。そして、3.14を約分すると計算が楽になります。どういうことかちょっと一緒に書いてみようか。ちなみにみんな、割り算を分数で書くのはわかるかなそうだよね。例えばね、3÷7 っていうね、割り算があったら、分数で書くと、そう。 上から 3÷7 で、7分の3と書けたよね。はい、今回だと、式になってると、な、なってるけど、同じ。はい、上から12、12×3.14÷2×3.14。OK? はい、こんな風にね、分数の形で書いてください。 できたでしょうかそしたらね、みんな気づくかなその通り、約分ができるよね。分母にも分子にも3.1音があるから、約分して1になります。そして、この2と12。今回はここも約分できるね。約分すると1と6になります。OK? ということで、はい、計算するとね、分母はもう1しか残ってなくて。 分子に6が残ってるから、答えは6回転と。はい、いうことになります。いいかなということでね、答えは6回転ということです。こんな風にね、分数の形で書いて、約分してあげると、めんどくさい、小数の掛け算しなくて済むんだよね。 だからね、計算スピードがぐっと速くなるし、しかも楽にね、計算することができるから、回転数出すときはね、この分数の形で書いてね、約分するってこと、ぜひ覚えておいてください。じゃあね、次の括弧の2番も同じようにやっていこう。括弧に、円 b が円 o、NO、の内側を一周するとき、円 b は何回転しますかはい。今回はね、内側を回転する この円 B についいてですは B がここからコロ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 と転がっていってねコロ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 と転がっていって転がってそう元通りの場所に来るんだよねはいこの時の回転数についての問題ですもちろん回転数の出し方はそう中心の距離割る円周だったねはいじゃあね中心の距離これを一緒にねまずは確認をしていきましょう じゃあいくよ。円 B の中心。そう。ここにあるよね。青色でチェックしておきます。じゃあこの中心、どんな風に動くかって言ったら、そう。円が転がっていってもね、この中心っていうのは、イメージわかるかなコロコロコロって転がっていっても、この中心の部分っていうのはどうなっていくかって言ったら、常にこの大きい円から1センチだけ、 内側に離れたところを、こんな風に動いていくよね。つまり、この大きい円から1センチ離れたところ。はい。ということでね、今先生が書いたように、こんな感じのね、青色の円の円周の形になるはずです。みんな書けたかな ?OK。じゃあそしたらね、この今青色の円、この円周部分がね、 中心が動いた距離の部分になってるけど。じゃあ、このね、青色の円。半径って、よいしょ。何センチかなと言ったら、そう。この中心部分から一番外側まで。ここの長さはと言ったら、そう。みんなわかるかなはい。もともとあったね、この大きい円の、よいしょ。ここの半径が5センチだったよね。 そう、こっちに書いてあったようにね、この半径は5センチです。そして、この円 B の半径が1センチだから。そう、気づいたかなこの大きい円の半径5センチから、ちっちゃい円の半径1センチを引いてあげたら、そう、残るのがこの青色の部分だよね。だから、この青色の半径は4センチということがわかります。 いいかな半径が4センチってことは、直径はって言ったらそう、わかるよね。こっちに書いておくね。はい。直径は、半径が4センチだから、直径は8センチの円の円周分。これがね、 MB の中心が動いた距離だよということになります。いいかなということで、動いた距離は分かったので、はい、回転数の式書いていくよ。回転数は、いったら、はい、中心の動いた距離、直径8センチの円の円周分、直径 ×3.1 4 OK? はい、これがね、中心の距離になります。はい、いいかなそして、これ割る。はい、円周だよね。はい、動いてる円の円周。そう、さっきのね、円 A と同じだよね、円周はね。形がね、同じだからね。はい、ということで、円周は半径1センチだから。 直径は2センチ。直径 ×3.14。はい。これがね、動いてる円 B の円周分になります。OK? ということでね、あとはこれ計算すればいいんだけど、そう、さっきも言ったようにね、はい、この割り算、一旦分数の形で書きましょう。はい、分数で書くとね、8×3.14。 割る 2×3.14 はい。ってことでね、分数で書くとこんな形になります。できたでしょうかそしたら、そう。3.14がもちろん約分できるよね。そして、この2と8も約分できるね。2で割って1と4です。よいしょ。つまり、4回転ということになります。いいでしょうか はい。ということでね、今回の円の回転数の問題、しっかりこの公式を覚えておいてね。回転数は、中心の動いた距離、割る円周で出せるってことね。そして、計算するときはね、この割り算は、一旦分数で表して、3.1音を約分してあげるってことね。そうすると、計算が楽になるからね、ぜひ、この楽な計算の仕方まで、皆さんしっかり押さえておいてください。ということでね、 今回の円の回転数の授業は以上になります。今回もご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。次回は円の回転数丸2っていうことで、いくつも円が出てきて、そのいくつもの円の周りをね、円が回転するっていう問題。ちょっとね、複雑な問題ですが、入試レベルのね、難問になります。ぜひ、そちらのね、簡単な解き方も解説していきますので、ぜひ次回の授業も見てください。ということで、次回の授業でまたお会いしましょう。さよなら。